土木業や建設業に興味を持ってもらおうと、千曲市の企業が高校で特別な授業を開きました。学校の敷地に穴を開け、地質を調べる実習です。地面にパイプを打ち込み、土などを採取するボーリング調査。安曇野市の南安曇農業高校で地質調査を学ぶ企業実習が開かれました。学校と千曲市の土木管理総合試験所が開いたもので、参加したのは環境クリエイト科の1年生。2年生からは建築設計などを専攻することができるため、地質調査は欠かせない実習です。全然触っていいんで、地面から採取した土を手に取り、大きさや色などで区別します。土の種類を知ることで、地盤の硬さなど設計に必要な情報が得られ、建物を建てる場所に適しているのかを知ることができます。これ粘土じゃない？何これ？シルト？シルトでしょ。またこんなことも。中にここにビニール袋が入ったりとか、このゴミがあるのとないのとで、ここが人がいじった地盤なのか、それとも自然にできた地盤なのかっていう証拠になるので、人がいじった地盤ですと、その上にまた何も考えずに建物を建てますと崩れたり、建物が沈んだりしちゃうので、あんまりその深いところって実際見たことがなかったので、いつも当たり前のように歩いてる地面がこういう感じなんだなって知ることができたので、よかったです。土木管理総合試験所では企業実習を他の高校でも開く予定で、土木や建設に興味を持ち、次世代の担い手になってほしいと話していました。